それをこうまあ、先ほど言葉を添えてバッシングと受けたんですけど、バッシングと言ってもおかしくないようなこともありながらですね、それでも戦ってこの自分らしさをこう出しているレナさんを自分はずっと応援しているという、それで助監督もそうですし今日もそうなんですけど、頑張ってほしいと常に思っていてですね、おっぱいがもうついてるじゃないですか、2分の1の人口についてるおっぱいをこう隠すっていうのは、まあもちろんこの社会的にそうなのかもしれないですけど、それを表現としてアートとしてですね出した方を、そういったことで言ったりこう差別的なですね、ことになったりするのはとても残念なことだなと思いながらですね、レナさんを見てますよというお話でございますけども、ありがとうございます。はい、そのエロスについて、うん、こう世の中の綺麗な部分とか、はい、その公共的な部分には出さないというような形でこう囲っておくというか、うん、その忌まわしいものだという感覚を持っている方が多いんだなということをご批判を多くの方にいただいて感じたんですよ。うん、で変だなと思って、うん、なぜかといえばこの子供を産んだりも、子供を産まなくても結婚してもしなくてもいろんな形はあると思うんですけれども、みんなこうエロスから生まれてきて自分の性をそのままこう抱えながら生きているわけで、それを自分の一部をこうどこかにやるような見えるようにするような、それって不自然なことだと思っていて、私もエロスは肯定しながら大切なことだからこそ大切にしながら生きていきたいなと思うんですよ。ところがね、世の中にはマスヤマレナはおっぱいアートやってるからじゃあただでおっぱい触っていいんだみたいなおじさまもいたりとか、そうですね、なんかそれも違うと思うんですよ。こう大切なものだからこそ尊重しながらこうお互いの合意のもとに進めていくという、このこう新しい人権というか女性の権利ということをこの問題から見つけていきたいなと思って、ご批判をいただいた中には多くの女性団体もありまして、じゃあそういった方々はおっぱいを出した女性の人権や活動をどう考えているの、そしてご自身が持っておられる性についてどう肯定しながらこの社会の中で生きていけばいいのって、そういうことってあまり今まで語られてきてない気がするんですよね。どうですか？いえ、そう思います。その今の現代洋服を着たりですね、まあ、その下に何か着たりとかっていうこの隠してる状況がこう続いてるんで、やっぱりその見せるということに対して、すごい、難しいところがあってですね、まあ、自分 のモデルさんもそうですよね、こう初めて人前で見せる方が素人なのでたくさんいてですね、何人ぐらい、今20名ぐらいですね撮影してるんですけど、すごいですね、もう全て素人さんでございましてですね、やっぱりこの隠れてるからこそこう出てきた時にこうまた新しいものが生まれるっていうところもあるんですが、逆に言えば隠してるからこそ出てきたものに対して違和感だったり不安だったり感じるというところもあって、これはもう自由とかですね、このいろんな問題の中で、解決すべきというかですね、流れていくんじゃないかなと思うんですが、沖縄もそう、日本もそうなんですけどね、ちょっと保守というかですね、まあその性に対してエロスに対してこう硬いところがありすぎてですね、それが良さというところもあって悪さというところもあるので、そういったものを自分なりにこう解決というかですね、こう認識していくのが、まあ、おっぱいでもその一つだなと思ってですね、レナさんとこう近いものを感じながらこう進んでいるようなそういう感じもありますので、これからもですね、芸術活動の中にエロスがあってもいいんじゃないかなと思いますが、期待してますということでございまして、まあ、おっぱいのお話、はい、第2コーナーの後半まで、話し続けているわけでございますけどもね、第3コーナーは、はい、レナさん今日は上映会があるということでございましてですね、はい、昨日の琉球新報沖縄タイムスですね、掲載されておりましたけれども、はい、はい、大丈夫ですか、はい、はい、されていた、わけでございますけどもね、今日ですね、はい、18日、午後、14時20分からですね、上映される映画についても、この後第3コーナーで、がっつりですね、はい、お話ししていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。貞子の鶴ですね、という映画なんですけれども、はい、
本当に沖縄で撮影しまして、はい、沖縄市の、あの市役所でも夜10時ぐらいまで撮影をさせていただいたり、はい、辺野古にも行き、高津の高台も行ったりしまして、撮影しました、はい、あの内容についてまた第3コーナーで、深めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お時間ですね、10時28分というところでございまして、後半戦、第3コーナーからも、よろしくお願いいたします。皆様からのメールも募集しておりますので、こちらまで、メールアドレスをですね、自分で調べていただいてですね、送っていただければと思います。またいただいたメール何件か来ておりますので、後半戦にですねお話ししたいと思います。今日はですね、増山レナさんをお迎えして番組進行しておりますよ。大丈夫ですか？そう、チビさんにはラジオで使うの言ってなかった。あ、言ってないですか？あ、だから、あの、後で問題になったら、はい、大丈夫です、まあ、大丈夫よね。そうですね。で、次が6番。11番ですか？11番。11番を先に流しましょうね。これ、あのちょっと一回聞きながら、はい、あの映画について話していきますか？はい、そうしました。はい。はい、すみません、なんかガチャガチャしてしまって大丈夫ですか？大丈夫でしたか？全然大丈夫です。今いつもなんかそのメールいただいてる方が、来てるんで、これもお話ししながら、今日メールが届いてるんですか？こう生で聞いてる方が、あの結構いらしてるんで、はい、お時間ですね、10時と30分というところでございまして、告知の方からさせていただきたいと思いますよ。はい、読谷商工会より大気おすすめフェアのお知らせでございます。商売の神様大気をシンボライズいたしました大気おすすめフェアスタンプラリーを、今年ですね12月3日土曜日から、平成29年今年12日の、日曜日まで約3ヶ月にわたり開催いたします。まさしく村内丸ごと大気おすすめフェアの会場となりますということでございましてですね、今年はなんと112店舗が、のですね企業さんが参加しているということでございますよ。期間中参加店舗の大気おすすめ商品を購入すると、スタンプ1個もらえます。スタンプを3個集めて参加店舗の抽選箱へ投函してください。抽選で往復航空券やホテル宿泊券、自転車、読谷村特産品など豪華景品が当たりますのでお楽しみいただきたいというところでございます。スタンプカードは参加店舗にてご用意しておりますので、詳しくは読谷村商工会ホームページをご検索ください。スタンプラリーに参加して豪華景品をゲットしようということでございまして、読谷村商工会より大気おすすめ部屋のお知らせでございました。はい、ということでございまして、ご当地な CM でございますけれどもね、レナさん第3コーナーからもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ここでですね1曲、後ろの方でお聴きいただきながら番組進行していきたいと思いますが、曲紹介の方、よろしいですか？はい、この曲はですね愛と平和の翼という曲で、ミュージシャンのニッキー松本さんが作ってくれました。今日上映予定の貞子の鶴、地球をつなぐのあのエンド曲としてもあの使わせていただいているんですけれども、平和を願った歌です。どうぞ。この曲は一曲流しますか、それとも途中で？途中で、はい、いいところで、あのと、はい、ちょっと音下げながら喋りますか。途中でスケートアウトのがいいか、言葉が重なっちゃう。あ、そうです。ミッキーの父さん、東京の方ですよ。どちらの方ですか？面白い方なんだよね。娘さんいらっしゃらないですか？ちょっと大きい。いないと思う。じゃあ違いますね。彼ね、あの、パレスチナにも何度も通って、音楽活動やって、来年、あの、世界中4カ所ぐらいツアーを企画するんだって。ミュージシャンとしてはプロじゃないんだけど、事業家として成功してて、そのお金で自分の活動費やったり。あ、すごいですね。で、いろいろ国からお金も持ってくるのもあって。ああ、じゃあ成長だから、交付金も。
前もなんか4カ所ぐらいの欧米ツアーを国の文化庁のお金でやってきたりやりて、なんかニッキーさんと紹介したいな、彼とこれからね世界平和を伝えるコンサートやりながら貞子の2の上映もしてもらったり、芸能活動も申し入れて頑張りたいみたいだから、ニッキーさんにアイドルも作りたいらしい。あ、本当ですか。うん、この CD、不思議ですね。いろんな人が。そうなの。ちびさんも入ってるんですね。そうなの。あと、最後の方、ちょびっとだけ、はい、さっき背景に言ったけど、政府工場委員会の。そこを流しましょうか。はい。ここにリアンも入ってる。あ、本当ですか。うん、なんで、政府工場委員会ですか。そう、主演のリアンちゃんがって形で、ちょっとやりましょう。OK です。はい。もうそろそろ OK です。はい、というわけでございまして、第3コーナー突入しましてですね、今おかけしている曲は愛と平和の翼を広げということでございましてですね、お聴きいただきながら番組進行していきたいと思いますよ。レナさん、はい、映画上映の話をがっつりしないとあっという間に時間が終わってしまうので、ですね、スタートしたいということでございますが、はい、第2コーナー最後の方でもお話ししましたが、今日ですね、18日日曜日、午後14時半スタートのですね、上映会プラスですね、トークイベントということでございまして、那覇市民活動支援センターのですね、2階会議室3人で、にてですね、行われます上映会のお話をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、この貞子の鶴、地球をつなぐという映画なんですけれども、折り鶴の貞子さんが折った鶴、この被爆者の貞子さん、広島で2歳で原爆を体験されて、その後12歳の時に白血病でお亡くなりになっています。この貞子さん の思いを込めた鶴なんですが、病室で1000羽ほど折ったと。このエピソードが世界中で、戦争はもういらないよねという平和のシンボルとして知られてるんですね。はい、山猫さんは貞子さんのストーリーご存知でしたか？はい、貞子の鶴、をですね、まあ、助監督する前に、うん、このいろんなところで実はこの貞子さんの、情報が入っていましてですね、まあ、